Hello guys and welcome to the new, I mean not new speed, it's a Axel World vs. Online Millennium Twilight. Last week, I just wait, you gotta see, there's a message on the as usual, unusual place, but this time there's a build the next one, is a build, create the time travel item for on the enemy drop. So let's get in on the game, shall we?リス、レイン、どうだ？素材の加工はできそうか？なんとかできそうだよ。レイン、表情がこわばってるぞ。そりゃそうよ。超レア素材な上、一回しかチャンスのない加工ですもの。緊張して当然よ。そうだな。すまん。まず今回手に入れた素材だけど、加工の際に求めてくる熟練度のレベルがものすごく高いの。たとえ鍛冶スキルの熟練度がマックスでも、素材加工の成功率が 10% に満たないのよ。なんだよそれ。うん、だから私たちあれを使おうと思ったんだ。前に手に入れたレプラコーンの秘宝ベルンド・スミスを。あれを使うことで一時的にレプラコーン2人が鍛冶スイッチをできるようになるの。スイッチをすることで2人の鍛冶成功率が掛け算されて、結果成功率は 90% 近くまで上がるってことよ。リズ、レイン、でもいいのか？あれはレプラコーンたちが秘匿し続けた超レアアイテムだぞ。キリト君、私は今回何かの役に立てたくて秘宝を探しに行ったんだよ。そうよ、ここで使わないでいつ使うっていうの？二人ともすまない。さあレイン、気持ちを火事に向けて集中するわよ。うん、リズッチ、リズさん頑張ってください。レインもリラックスだよ。ファイトなのです。よし、じゃあ行くわよ。レイン、スイッチ。はい。やった加速武器太陽の飾り剣、そして約束武器月光の飾り剣、無事に加工成功だよ。やったわね、レイン。あ、リズッチ、よかったよ。ちょっと泣くことないでしょ。90% とはいえ内心ヒヤヒヤしたぜ。俺は二人なら必ずやってくれるって信じていたぜ。ありがとう。よし、一旦未来に行く方法をおさらいしておこう。まず俺たちはバベルの塔に向かい、ハリウキたちバーストリンカーが GM コンソールに真意をぶつける。 GM コンソールの起動を確認したら、俺がホロキーボードを操作して ALO のユニフィケーションを行う。その直後に塔の門を閉じてバベルの塔内部を虚無空間にするんだね。門は内側から閉じることが可能だが、閉まった時点で虚無となるため内側からの解放は不可能だ。私はハイエストレベルへと上り、 ALO の統一化、バベルの塔の虚無化を確認した後、ストレアが太陽の飾り剣を世界へと突き刺す。うん、ちゃんと私を何とかレベルに連れて行ってね、メタトロちゃん。ストレア、本当にいいのか？統一化された ALO が千年の時を過ごしている間、ストレアとメタトロンには
その外側の世界、ハイエストレベルで待ってもらうわけだが、一つ心配なことがある。統一化されなかったお前たちも、元は仮想世界の住人だ。流れゆく時間の感覚はシステム側に依存される危険もあるんじゃないのか。つまり千年の加速の外側にいながら千年の時間を過ごすということですね。ああ、もしかしたら千年の時間をお前たち二人に耐えてもらうことになってしまうかもしれない。でも私たちしかいないでしょ。千年なんて時間に耐えられるのって、そもそも武器を使える NPC って時点でこのパーティーじゃ私しかいないんだし。でもお前千年だぞ。大丈夫だって。未来の私だって、メタトロちゃんだって、加速世界でそれくらい平気で過ごしてるんだもん。私のような高位の存在にとって千年など取るに足らない時間です。ほら、 NPC にはスリープ機能もあるから、設定しておけば平気でずっと寝てられるし、千年なんてあっという間だよ。そうか、ストレア、すまない、頼むぞ。じゃあね、じゃあね。パパ、最後にギュッとして。が、またそれかよ。早く早く。じゃあ私も一緒に。ストレア、お願いね。わあ、二人に抱かれちゃった。うん、いい匂い。この匂いずっと覚えてるね。メタトロン、なんですか、しもべ、その両手を広げたポーズは。あ、いや、嫌ならいいんだけど、ほら、僕たちもしばらく会えないから。ふん、いいでしょう。千年後にあなたたちのことを忘れているわけにはいきませんからね。メタドロン、頼んだぞ。言われるまでもありません。さあ、ここでグズグズしている暇はありませんよ。しもべたち、塔へ向かうのです。準備はいい？お兄ちゃん、最終確認 OK だよ。 ALO にログインしてたプレイヤーたちはみんなログアウトしてもらえたよ。よし、すぐ。ありがとう。おそらくこの超加速によって我々はオーバーライドを追い越す。仮想世界が千年経った際、メタトロンとストレアは未来のストレアに事情を伝えてほしい。ただ実際にハイエストレベルから降りるのはなしだ。その場に留まったままメッセージなりを届けてやってくれ。じゃあ今の二人とは未来の ALO では会えないってことなんだね。なあ、やめておいた方がいいだろうな。同一の存在が同じ世界にいたらシステムが混乱するかもしれない。もろもろラジャーだよ。私たちはハイエストレベルにいたまま事情だけをもう一人の私に伝えられるようにしておくから。場合によってはストレアの修練の結果を一時的に未来のストレアに移行させることも可能かもしれませんね。なるほど、ステータスデータのコンバートか。大変そうだが、それは助かるぜ。ここから先は誰もが未到達の領域だ。時も迫っている。うん、そうだね。じゃあいよいよ開始ですね。ああ、みんな持ち場についてくれ。
作戦スタートだ。ではしばしの別れです、しもべたち。じゃあまたね。千年経ったら起こすね。ああ、頼んだぞ。二人とも、春行き、俺は申し訳ない。ユイを守れなかったのは俺の責任だ。なのになぜバーストリンカーのみんなもこうまでして俺たちのために尽くしてくれるんだ。キリトさん、それはもちろん僕らの都合だってありますよ。こっちだとバーストポイントがよくたまるとか、もともと楽しそうな新エリアだと思ってきたとか。クロムディザスターはどうやってバベルに目覚めさせられてしまったのか知りたいとも思ってます。でも何でしょうね、結局は僕たちがキリトさんたちのことを好きだからなんだと思います。春行き、僕らよりも少し過去の世界で同じように仮想世界で戦い、時間と情熱を傾けた人たちがいてくれて嬉しかったんです。そうか。だからそんな風に言わないでください。僕はみんなもこう思ってるはずです。未来へ加速するため、キリトさんがユイちゃんを助けに未来へ行く、その手助けをするために、加速するものとしてバーストリンカーである僕らはこの世界に来たんだって。これはきっとバーストリンカーの僕らに与えられた、僕らにしかできないクエストなんです。そう考えたらようやくここに来た理由が分かった気がしたんです。春行き、ありがとう。だからこれからもドーンと頼ってくださいね。ああ、頼むぜ春行き。今回の一件が解決したら何かお礼をさせてくれ。お礼ですか。そうですね。じゃあデュエルさせてください。デュエル、前にやったじゃないか、出会い頭に。ああいうのじゃなくて、もっとクールに熱い試合形式で頼みます。一度キリトさんとは本気でぶつかってみたかったんです。さすが対戦格闘ゲームのプレイヤーだな。よし、わかった、キリト VS シルバークロー、やってやろうじゃないか。はい。みんな、真意の力を最大限に解き放てー！キリト、コンソールの起動を見落とすんじゃねえぞ。当たり前だ。よし、GM コンソールが起動。これを、こうすれば統一化成功だ。すげえ！お兄ちゃんからの合図来ました。扉を閉めます。これでバベルの塔は再び虚無の空間へと封印されるのね。ストレア、行きますよ、ハイエストレベルの世界へ。おお、先輩のさらなる先輩、さらなる家族へ、ユイちゃんの生きている世界へ、千年後の未来に届け！
ここは…パパ…ゆい、待ってろ、今行くからな。ゆい。パパ、追いかけっこです。私を捕まえてください。ま、待ってくれ、ゆい。世界がお互いに手を取り合って共存していく、なかなか難しいです。私もストレアもみんなも頑張ってます。でもちょっとだけ寂しいですちょっとだけですよ。失意ばかり捨てちゃうよ。現実の人は辛い記憶を忘れられる、そういう意味ではいいのかもしれません。ゆい、でも捨てられた感情は一体どこへ行ってしまうのでしょうか。切り捨てられて逃げ回ってこんなところまで来てしまったんですね。一緒に行きましょう。大丈夫、私がそばにいますよ。ゆい、いつまでも一緒だ。ゆいちゃん、ずっとそばにいてね。パパ、ママ、二人に会いたい。
早いな、ゆい。やっと追いついたぞ。パパ、私のことしっかり捕まえててくださいね。おい、ゆい、どこに。頼む、パパの前からいなくならないでくれ。ゆい、今のは夢か。おはよう、キリト君。ああ、アスナ。なんだか妙に長い間寝てた気分だな。うん、私もそう。あ、キリト君、泣いてたの？なんだこれ。覚えてないけど、なんか悲しい夢でも見てたのか、俺。キリトさん、未来です。千年後の未来ですよ。おお、なんだか想像以上だな。千年後の仮想世界、すごく綺麗。ふむ、一目見ただけで全てが我々の時代を凌駕した世界だと理解できる。グッモーニング。ようやく目覚めたのですね、しもべたち。メタトロン。ストレアなんだな。うん、そうだよ。って千年の間に忘れちゃったりしてないよね。もちろんだ。我々にとっては一瞬の出来事だからな。ストレア、全然変わってないな。まあ、NPC だからね。今日はキリトたちのお出迎えだから、あえて ALO のスタイルにしたんだ。ストレアとメタトロン、今のお前たちはオーバーライドされてはいないんだよな。まだされていません。歴史改変の波もまだ来ていません。そして事情も理解しています。大丈夫。キリトたちの知ってるストレアたちはハイエストレベルからこっちのこと見守ってくれてるはずだよ。ああ、うん。ストレア、どうした？私、キリトたちには黙っていたこと、一番大事で一番辛いことを教えなきゃならない。私が今まで言えなかった、一番言わなきゃならなかったこと、ごめんね、それが言えなくて。通信だといろいろ変な芝居をしたり分かりにくくしちゃったりして。どういうことだ？あのね、ペルソナバベルはこの千年後の世界のユイなんだよ。は？何を言ってるの、ストレア。ちょっと、こんな時に冗談はやめてよ。バベルは、だってバベルはユイちゃんを消滅させようと、いや、消滅させた張本人だよ。七王のコピーを使って、せっかく黒雪さんたちが眠らせた鎧を掘り起こして、 ALO をめちゃくちゃにした悪い人だよ。どうしてそれがユイちゃんになるの？ユイちゃんがそんなことするわけないでしょ。アスナ、キリト君も言ってよ。何冗談言ってるのって笑い飛ばしてよ。俺はなんとなく気づいてた。ずっと気になっていたんだ、ユイが消滅した時バックアップを取れなかったこと。用意周到に対策されていた。まるでアインクラッド地下での当時の事情を知っていたかのように。でも、
本人が来たようですね。ストレア、話をしちゃったの。うん。でもね、キリトは気づいてたよ。そう。ユイ、聞かせてくれ。どうしてこんなこと。パパ、おかしなことを聞くんですね。賢く優しく、そして仮想世界をこよなく愛するパパなら、当然考えうる未来の一つじゃないですか。私はストレアやメタトロン、それ以外にもたくさんの仲間たちと仮想世界のより良い姿を目指し生きてきました。ただ私の思いは生まれたあの頃にずっと囚われていたんです。それはパパとママやみんなと過ごした日々、いろいろな事件や別れもあったけど、笑顔と喜びの絶えない幸せな時間、あなたたちがこの世からいなくなった後、私はそれを繰り返し思い出しながら仮想世界の現実と向き合ってきました。ゆいちゃん、人間と AI は喜びを共有できる、共に幸せになれる、パパたちと生きて、そういう風に考えたこともありました。いえ、むしろそれを信じていた。でも無限に生きていく AI の私にとって、共に生きるはずのあなたたちの寿命はあまりにも短かったんです。試行錯誤することを許された私の頭脳は次第にこう考えるようになりました。こんな辛い思いをするくらいなら消えてしまいたい。でもそれは叶わない願い。もともと MHCP として永遠の命を約束された私には、自ら消えることも誰かに殺されることも許されませんでした。だから私は自身を消す計画を考えた。これがあなたたちの世界で起きた事件の発端です。では、神々の黄昏、世界の破滅とは。ユイは仮想世界における高位 AI の第一人者だよ。この千年でユイが培った功績は数えきれない。その存在が最初からいなくなるということは、おのずと理解が及ぶでしょ。それは歴史からユイちゃんが成し遂げた功績の全部が消える。だからね、パパ、ママ、せっかく来てくれて悪いんだけど、このまま帰ってくれませんか。私はこのまま歴史のオーバーライドを待ち、そして消えていきます。早く消えて楽になりたい。私がさよならしたパパとママのところに行きたいんです。そんなの認められるわけないよ。ユイちゃんは大切な私たちの娘だよ。このまま放っておくなんてできないよ。そう言うと思っていました。だから下手な悪人の芝居まで打ったのに台無しです。まさかストレアにも邪魔されるなんて。ユイ、あんたなんであのことを説明しないの。今の思いがあんただけの決意だったなら、私だってもう少し考えたよ。そうです、ユイ、きちんと話しなさい。あなたの身に宿したサイカの鎧の話を。サイカの鎧。二人とも、あの話は副次的なものですよ。別に関係ありません。
ユイが言わないなら私が言うよ。キリトたちには知ってほしいから。ソウルリムーブプロジェクトの失敗とそれがもたらしたものを。人間の感情を量子データ化し仮想世界に解き放つだと。まさかそんな現実の感情や精神性をスライドさせるなんて。キリトたちの今いる世界ならそこまで想像できないよね。仮想世界にリムーブされた感情のほとんどは悪意や失意といったネガティブなもの。それは徐々に集積していき、ザ・シードネクサスでつながった世界を逃げ惑うようになった。悪意の結晶体がたどり着いた先はブレインバースト、ザ・ディスティニーが封印された家だよ。そして再び鎧は目覚めた。再び復活してしまった鎧にはよりしろが必要です。よりしろは寄生され獣と化すこともありますが、逆に言えばそのよりしろ次第で鎧そのものを制御する鞘にもなり得ます。それを買って出たのがユイでした。私はあくまで自分の意志で自分を終わらせるためこうしている。この体に宿る鎧も鎧を目覚めさせた現実の悪意の塊も関係ない。だから早く私を眠らせてください。それが私の最後のわがままです。パパ、ママ。本当にそうでしょうか。何が言いたいのです。気になっていたことがある。ブレインバーストの空に影を作り出したのはユイか。ユイは基本的に今回の事象にそれほど多く関わってはいません。ユイは妖精世界の神の意向に逆らうことは基本的にはできませんから。ユイがやろうと思ったことはブレインバーストの真意を利用することだけだよ。この千年のあまたある仮想世界の中でもブレインバーストの真意の力は飛び抜けていたからね。 GM コンソール起動に利用するため七王のコピーを生成してキリトたちの邪魔をさせた。ただブレインバーストのデータが ALO に流入しすぎた結果として時間流の異常が起こり、空間をつなぐ歪みとなって二つの世界をつなぐ影が出来上がってしまったんだよ。では ALO のエリア封印やオーブはカーディナルが新規データを適合化しただけのゲーム要素に過ぎなかったというわけか。私にとってこの計画は唯一できる手段を組み合わせただけ。ゼロから物を作れない、 GM 権限も持たない。でも創世の神として崇められ、愛しい人から引き裂かれ、無限の生の地獄をさまようだけの哀れな天使の生き物。ごめんね、ごめんね、ゆいちゃん。私ママなのに、あなたのそんな寂しさを何も分かってあげられなかった。ママ、所詮現実世界の住人と仮想世界の住人とでは相入れないんですよ。私みたいな聞き分けのいい子供なんて現実にはいるわけないでしょ。両者が分かり合い永遠の幸せを築くなんて結局無理だったんですよ。ユイ、ゆいちゃん、ちょっと待ってください。キリトさん、アスナさん、子供が自ら死を選ぼうとしているのをただ見てるだけなんて、そんなことあっちゃいけません。親なら必死になって止めてください。春ユキ、ゆいちゃんは本当は救いを求めてるんです。救い？今回の件では僕らにとって様々な障壁がありました。でも
必ず解決策も用意されていて、僕たちは互いに力を合わせることで未来まで到達することができた。だけど原初とか創生の女神なんて言われる AI を持つユイちゃんがそれを予測できないわけがないんです。きっと心のどこかでキリトさんたちにこの行いを止めてほしかったんだ。やめてください、春雪さん。あなたに何がわかるのですか？正直わからないよ。親に見放された子供や親と仲良くできない子供の辛い思いなら僕にだってわかる。ニューロリンカーを持つバーストリンカーたちはそういう子供が多いんだ。春雪くん、だから両親に愛されたユイちゃんがどうして幸せな人生をなかったことにしたいのか僕にはわからないよ。虚構のままごとにたゆたい現実を見ようとせぬ幼稚な発想だ。もはや貴様らとは問答をするに値しない。時期ではあるが、歴史のオーバーライドまでのこの短い時を破壊と暴虐で満たしてやろう。これはクロムデザスター。わらわこそ原初にして創生の女神、人の憤怒と慟哭を身にまといし黄昏の魔女。これはユイちゃん自身が最下の鎧を装備したんだと思います。これはおそらくユイが考えていた最終手段、しもべたちを追い返すため。どうすればいいの？戦うしかない。戦ってあの鎧をユイの体から引き剥がすんだ。それしかないんだな。キリトさん、それは違います。戦うんじゃなくて叱ってあげるんです。きっとユイちゃんは待ってるはずです。パパとママの強くて温かい平手打ちが来るの。ハリユキ、そうだな、俺にはわかる。ユイはこの千年を必死に生きてきた。現実と仮想世界の橋渡しのため、いろいろな人の役に立とうと頑張っていた。ユイの努力を俺は認めてやりたい。キリト君、辛い思い出だけじゃない、仲間たちと努力した喜びだってあったはずなんだ。すごかったな、頑張ったな、よかったなって褒めてあげたいじゃないか。キリト君、私も同じだよ。確かに私たちって普通の親子じゃない、歪んだ関係なのかもしれないけど、でも時代を超えても伝えたい思いはあるもの。千年経っても変わらずに愛してるって。よし、行こう。ユイ、お前をここで止めてみせる。神々の黄昏なんて起こさせやしない。ラストバトルだ。